こんにちは。ティナ&ティム、アメリカ暮らしです。本日は、スターリンクがやってきたという話です。スターリンクはですね、14ヶ月前、つまり1年2ヶ月前にオーダーを出していたんですけれども、非常に待たされまして、またね、スターリンクの打ち上げで40個衛星が燃えたとかいう事件もありましたもんですからね、どん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 遅れていて、私の番が回ってくるのは随分後なんじゃないかなと思っていたんですが、いきなりですね、この、4日前ぐらいに、メールが来ましてね、あなたの番が来ましたということで、すぐにね購入の手続きをしてみました。そうしましたらね、4日後にね、もうすぐにね、こちら送られてきました。途中ね、ステータスを見てるとね、まあ1週間ぐらいかかるって書いてあったんですが、まあ意外にもね、こんなに早く、オーダーから4日で来るっていうのにびっくりしましたね。まあね、朝、今日は、FedEx で送られてくるっていうのでね、じっと待っていたんですがね、食事を食べてる間にポンとね、もう送られてきたということで、びっくりいたしました。まあそんなわけでね、今日はね、このスターリンクをね、開封して、まあ実際動かすところまでをね、皆さんに、ご覧いただきたいというふうに思います。ご覧の通りね、ボックスの中に入っているのはね、アンテナとアンテナの台、それからモデムですよね。それからそれに対してのケーブルと、まあ電源ケーブルに対してと、あとアンテナの方につなぐね、ケーブルという、至ってね、3つ4つの部品ですよね。まあね、ちょっと値上げしてね、確か599ドルになっちゃったのかな。最初はね、499って言ってたと思うんですがね、ちょっと値上げをされてしまったようです。まあこれ仕方がないかなということでね、非常に簡単ですよね。つなぎ方も非常に簡単だし、セットアップもね、携帯があれば携帯にアプリを、まあ、インストールして、まあ、そのままね言われた通りポンポンポンとやっておくだけで一瞬にしてねつながってしまいました。結構ね、簡単につながるもんだなというふうにちょっと思いますね。さすがイーロン・マスクの、スターリンクと、すごいなというふうに思います。まあね、大体ね、机の上に広げてみるとこんな感じですよね。で、最初ね、アンテナだと私思ってたんですけど、アンテナじゃなくて、すでにここはね、インターネットケーブルでつなぐようになってるから、このアンテナ自身がね、もうすでに、データを取り込む、要するに衛星からのデータを、インターネット信号に直すという、そんなような役目をしているようですね。それからね、ルーターがあって、ルーターは Wi-Fi ルーターですね。それから多分、ルーターの方はですね、この衛星の場所を調べて、その角度でね、実際に、このお皿ですよね、ディッシュを動かすという役目があるようですね。だからね、ものとしては非常にね、簡単な、方式のようですね。まあ、早速ね、ちょっとつなげてみました。でもうすでにこれはね、つながっちゃった後はね、すでにオンラインということでね、つながりになってるんですが、ステータスの方を見てみるとね、大体簡単な、グラフでどのようにつながっているかとかね、そういう情報がね、簡単に出てきます。大体どのぐらいの、つなぎ、何メガバイト伝送したかとかですね、そういうことが分かるのと、もう一つはね、今ご覧になっていただいているのは、これはスピードテストですよね。で、今ね、170度、180度も出てるんですが、これはね、この携帯から衛星経由でインターネットに、まあ、データの受信テストをした場合、まあ、これ172Mbps 出るということのようなんですね。で、まあ、屋根にね、どこに載せていいかってことで結構場所を選ぶのかなと思ったんですが、まあ、一番最初ここだろうということでね、北向きの場所にポンプを置いただけでもこれだけのものが出るということなので、おそらくね、もう障害物は屋根はないのでね、
もうこの場所でいいんだろうというふうに思いますね。そんなね、あのテストがいくつか、結構時間かかるんですね、数分かかるんですが、実際にはね簡単にできるようです。今ねこちらはね、すごい数出るんですけど、実際に500とか600くらい出るのかな。これはね、携帯 iPhone 12 mini から、これは、モデムまでの間の速度ですね。だから600とか出るんでね、Wi-Fi が遅くて出ないということではないようですね。まあ、実際に出るのは、まあ、170ぐらいは出たんじゃないかなということで、これはね素晴らしい結果じゃないかなというふうに思います。まあね、私思ってたよりも非常に簡単だったし、非常につなぎがね楽だったというふうに思いますね。これだけ出ればね、まあ全く問題はなしというふうに思います。でね、今現在契約しているのもね、昔タイムワーナーって言ってたんですけど、スペクトラムというところで契約してたんですが、ここがね 200Mbps って契約なんです。でも実際に150しか出ないんです。だそれを考えるとね、値段もね結構最近ね、契約時は安かったんですけど、今ね1ヶ月75ドルするのかな。でそれがね今度199になりますけどね、ちょっと、そうだ、ちょっと高めになるんですが、まあ一番のねやっぱり利点っていうのは、これ外してキャンプに行っても使えるってことなんですよね。でキャン、私がね一番これを導入したかったのは、やっぱりキャンプサイトに行った時にインターネットが使えないというのが一番困るので、これを何とかしたかったんですよ。で、まあ最近まではね、インターネットのつながるキャンプサイトをわざわざね高いお金払ってそれつなげてたんですけどね、結局行ってみるとね、みんなが使うのでもう結局ねちゃんと使えないんですよ。だから電子メールとかそんなのはいいけれども、ちょっとねストリーミングで何か見るってやっぱりダメだってことでね、まあ、これはね絶対スターリンクだなというふうに思ったんで、昨年の2月にね、99ドルのデポジットを入れてね、自分の番を待つということで、ね、じっと待っておりました。でね、やっとね14ヶ月待った末にね、急にねポツンとメールが来て、要するにお出しますかっていうので、その日のうちにポンポンとやって4日後に到着したということです。物はね送られてきたのはね、我々が住んでる隣の町から送られてきました。あ、そうなんですよね、スター X の事務所ってね、我々今住んでる隣町なんですね。でそこから送られてきたってことでね、非常に早いんじゃないかなというふうに思います。まあ素晴らしいな、とにかくこれは素晴らしいと。まあね、これからねいろいろ調べていかなくちゃいけないですけれども、どのぐらいね安定的に、このねインターネットが使えるのかということですよね、やっぱり問題はね。それとね、今ねこれ私 RV に使うっていうのは、ね、キャンプサイトでこれを使うとしてるんですけど、つい最近ねローミングっていうのが OK になったんですね。そうするとね、どこ行ってもちょっと待てばね使えるようになるという、そういう方式が出たらしいんです。でこれローミングオンになったのは、どうやらねウクライナにこのスターリンクを貸し出したという時のためにそうしたみたいですね。よくよく調べてみるとね、ずっとそれをねオンにしてくれるかどうかを保証してないみたいなんで、ちょっとよくはわからないですけれどもね。まあいずれにせよね、RV 用にはスターリンク考えているようで、しっかりね使わさせてくれるんじゃないかなというふうに思ってます。まあね、待ちに待ったスターリンクでね、これからちょっといろんなとこでねテストしてみたいと思います。ではまた、ティナ&ティムアメリカ暮らしでした。